久保さん、1200万のレクサスおめでとうございます。<laughs> すごいっすね。まあ、あのー、コメントを書いてた、あの当時、人生何があるかわかんないですね。<laughs> ねえ。いやー、感慨深いものがありますよ。まあ、あのー、 みんながすべてというわけではないですけど、みんながすべてと言いたいんですけど、僕はね。まあ、久保さんい、今はね、久保さんはもう、悠々自適にね、1200万のレクサスも買える、ね、経済力、なったわけなんですけど、まあ、昔は1ミリもなかったわけですよ。で、ネットビジネスの根もわかんなかったし、うーん。だから、何なんですかね。 だからその受け取り手が結局できるかできないかっていう自分で判断してるんじゃないですかね。いや、一部の人しか成功できないとか、一部の人しか稼げないとか、そう受け取ってしまったらもう、まあそれで終わりかなとは思うんですけど、僕は、あの、絶対ではないけども、絶対と言いたいですよね。なぜならば、あー目の前に、目の前に、もう全然、ね、 よくわかんない、<laughs> ただコメント荒らしの人がね、ただコメントを荒らしてる人が、あの、こんななってるわけですよ。それが事実としてある以上、うーん、誰でもできんじゃないかなと。で、久保さんは誰でもできることを誰もがやらないレベルでやったと。だから結局誰もができないってことですかね <laughs>。 いや、誰、だからできることを徹底的にやるしかないんですよね。うん、まあ、僕もそうですからね。できないことはできないじゃないですか。だからできることを徹底的にやることによってできないこともできるようになってくるわけじゃないですか。なんからそれ以外あります多分、ないと思うんですよね。僕たちは仮面ライダーでもないし、ウルトラマンでもないわけですよ。まあ、変身とか言ってね。すぐね、強くなれないので。うん、だからもう、地道に一歩ずつ、 あのー、歩くしかないしやるしかないしうん、まあ、それしかないですよね、うん、それ以外何もないですだから結局あの一歩一歩本当に地道に歩き続けてきた人しか見えないものがあるしまあそれを指さしてねあいつしかできないとかねそう言ってる人はずっと何も一歩も踏み出せないしうん まあ、積み上げでしかないのかなと、思いますけどね。うーん。なん,なんでしょうね。感慨深いもんありますね。1200万ですか。郷さん。<laughs> いやー、考えられないですね。本当に。当時の、当時の久保哲郎が知ってますから。うん。いや、本当人生って、 面白いですね。なんか映画って面白いですねみたいなね。日曜洋画劇場ですよ。はい。久保ズロ洋画劇場にしましょうか。行ってらっしゃい。